はい、皆さんこんにちは。今日はドラゴンボール挑戦士シールウエハウススーパーの最強ヒーローをね、26パック買ってきました。今回はゴッドレアフェスっていうことでホログラムシールがね増えてるみたいです。そしてラインナップが全29種類プラスシークレットがあるみたいです。狙いはね、ミラージュゴッドレアかスーパーアルティメットゴッドレア、そしてシークレットをね狙って開けていきましょう。それでは早速ね開けていきましょう。まずはね全部切ってね出しやすくしていきます。はい、ということでね全部上部切りましたんで早速ねシール見ていきましょう。いいのは出てきてほしいよね。ガンマ1号ガンマ2号ほんと欲しいんだけどね。あとねシークレットも気になるよね。じゃあね見ていきます。1パック目、せーのドン。クリリン、なんだこれは。ゴッドレアだ。いいねゴッドレア。今回ゴッドレアめっちゃ入ってるんだよね。2パック目、せーのドン。お、孫悟空&ベジータ、これはノーマルだね。3パック目、せーのドン。なんだルシフェル、もちろんノーマルみたいですね。4パック目、せーのドン。お、なんだこれ、ピッコロ潜在能力解放。え、なにこれ、これシークレットなんじゃない。スーパーアルティメットゴッドレアかと思ったらシークレットですねこれ。え、シークレットってピッコロなんだ。要するにスーパーアルティメットゴッドレアのピッコロのデザイン違いがシークレットなんだね。すごい、シークレットいきなし出てきました。めっちゃ嬉しい。それではね5パック目、せーのドン。ベジータですね、ゴッドレアです。6パック目、せーのドン。ゴジータ出てきました、ノーマルです。7パック目、せーのドン。孫悟天だね、ゴッドレアですね。8パック目、せーのドン。孫悟空&クリリン出てきました、これは絶対ノーマルでしょう、やっぱりね。9パック目、せーのドーン。ピッコロ、これはゴッドレアかな。10パック目、せーのドン。ベジータ出てきました、ゴッドレアになります。やっぱりねゴッドレア出現率高いね、かぶっちゃってるね。そしてゴッドレア。11パック目、せーのドン。ボージャック出てきましたね、ノーマルです。12パック目、せーのドン。マゼンタ出てきました、ゴッドレアみたいですね。13パック目、せーのドン。お、孫悟飯、ノーマルになります。14パック目、せーのドン。あ、アルティメットご飯出てきました、これなんだ。あ、ゴッドレアなんだねこれも。15パック目、せーのドン。マゼンタまたまた出てきました、かぶりだね。16パック目、せーのドーン。ベジータめっちゃ出てくるねベジータ、3枚目だよこれ。17パック目、せーのドーン。お、アルティメットご飯またまたかぶっちゃいました、めっちゃかぶるね。18パック目、せーのドーン。お、カーマイン出てきました、これはねゴッドレアみたいです。19パック目、せーのドーン。え、またまたかぶりです。20パック目、せーのドン。孫悟飯出てきました、これなんだ、ノーマルですね。じゃあ残りねバラで買ってきた6パック見ていきましょう。21パック目、せーのドン。ルシフェル、これもかぶりだね。22パック目、せーのドン。お、トランクス出てきました、なんだこれは。あ、ゴッドレアだ、欲しかったガンマ1号ガンマ2号が出てこないね。23パック目、せーのドン。ピッコロ出てきました、かぶりだね。24パック目、せーのドン。孫悟空&クリリンが出てきました、これかぶっちゃってったっけ、かぶってないな。あ、かぶってるねやっぱり。じゃああと残り2パックになってしまいました。ガンマ1号出てきてほしい。25パック目、せーのドン。これシークレットまた出てきた、
まさかのシークレットかぶりです。シークレットかぶるぐらいならガンマ1号2号出てきてほしかったな。26パック目、頼ます出てきてほしい。どっちか、ガンマ1号ガンマ2号、せーのドーン。孫悟飯出てきました。かぶりだねこれも。絶対出てくると思ってたガンマ1号ガンマ2号が1枚も出てこずに、出てこないと思ってたシークレットがね、まさかの2枚出てきました。ということでね、運が良かったのか悪かったのかわからないんだけど、今回はねこんな結果になりました。皆さんもね、ドラゴンボール挑戦士シールハウス最強のヒーロー発売されてますんで、ぜひね気になった人はチェックしてみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。